できたできたよできました世界初の永久期間という感じで、本日はクールランニング風に登場してみました。今日の永久期間はこいつでぶっ飛ばすぜ、ダストブロワー。それでは行ってみましょう。よっしゃ、じゃあ早速エアブロワーを取り付けていくよ。まずはあらかじめ開けておいた穴にエアブロワーのノズルを取り付けていこう。こんな感じ。穴はあらかじめ 3D プリンターで開けておいたから、サポート材を取り除くだけでほぼポン付けです。あとはおなじみのマスキングテープでとりあえず固定していきます。そっちの方が作業性がいいので。はい、こんな感じ。では早速エアブロワーを接続しましょう。今回圧縮空気って言ってたけど、めんどくさくて結局エアブロワーにしちゃいました。すでに怪しげな雰囲気が漂っているけど、そこはご愛嬌。あー、マスキングテープマジ便利だわ。これで今回のからくりは完成。よし。はい、今回のイメージはこんな感じ。鉄球ぐるぐるドーン、勝利の方程式、穴からエアを大噴射、そして鉄球が超加速、そして世界人類ハッピーハッピー、そういう作戦だ。では一度エアなしでやってみましょう。え、何？あ、そういうこと。うっかり鉄球の大きさを間違えていました。それでは改めてエアなしでやってみます。皆さんもエアなしだと鉄球がどこまで上がるか見ておいてください。はい、エアなしだとこんな感じ。それではいよいよエアありでやってみましょう。何の成果も得られませんでした。どれぐらい最高到達点が変化するか横から見てみましょう。まずはエアなしから。では次はエアありで最高到達点を見てみましょう。スローで見てみるとこんな感じです。エア加速ありの方が微妙におよそ30ミリほどでしょうか、高く上がっているのが分かります。ただ元の受け皿に戻るまでは全然足りません。エアブロワー2個作戦は失敗です。しかし我々は諦めてはいなかった。スピードのさらに向こうへ、プルスウルトラ、我々の次なる案をご覧いただこう。今回はこの2つの穴を使って鉄球を加速させた。次なる作戦は鉄球の速度が最も速くなる最下端で一気に加速させ坂を駆け上らせる作戦だ。この部分を見ていただこう。この斜めの穴から最大速度になった鉄球を横からダブルで押し出す。そして今回使った穴からもエアを出す。ダブルがダメならトリプル大作戦、乞うご期待、プルスウルトラ。この動画が面白かったり役に立ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。今後もガースーとオカテクをよろしくお願いします。